えー、ベッキーさんいやーこの分からないことが分からないっていうのはなかなかこれは一番やばい感じですねそう分からないことが分からないのが一番まずいんですようんまあ今回そのまあ18個講義ありますのでその中で自分に何が欠けてるのかっていうのが発見できるといいですねただまあ僕からお伝えしておくと何が欠けてるのかっていうと一つ 言わせていただくならば今この瞬間動いてない今この瞬間アンケートに答えてるっていうのが欠けてるところですもしします、ね、自分がもらう側っていうところ時点で欠けてるってころです自分がネットビジネスやるんだったら自分が集客して自分がアンケートして自分がプレゼント作ってそしてお客さんの声を聞いてそこで商品リリースしたりとかしないといけないんですよそれをもらう側っていうことはもうそれ時点で欠けてるわけですよねプレゼントを作れてない集客ができてないとかね 全部欠けてますよ、うんまあもちろんねこれがなんかもうすでに集客しててリストもあってでプレゼントも作れます商品も作れますただ「吉谷さん何やってんのこいつ」みたいなマーケティングでねリサーチでね「あ吉谷さんどんなやってんのかな」みたいな感じでリサーチ目的だったらまた別の話ですけどもそうな何かそのここに答えがあるんじゃないかって探してる時点でそれが欠けてます。もう,もうそれがダメですね 欠けてるる部分があるとするならもうやる側にならないといけないんで自分が相談を受ける側にならないと稼げないですよ、うん、別にお金をね稼ぐ気がないんだったら別にいいんですけどお金を稼ぎたいんだったら相談を受ける側にならないと稼げないですよアクセスをが来るサイトを運営する側とかね、うん、自分がサイトそのサイトにアクセスしてるようじゃダメです 自分がそのサイトを運営してるんだったら、そのアクセスが来る、サイトを運営しないと稼げないですから。うん。だから欠けてるとするならばそこじゃないですかね。だから今すぐ一刻も早くやるってことですね。一刻も早く作るってことです。はい。まあそんな感じですかね。はい。ということで、まあプレゼントの方で、えー、学習して、えー、すぐやっていただければなと思います、えー。アンケートご協力ありがとうございます。